今からやるシュートのイメージ的には、左サイドをドリブルで突破した後のキーパーとの1対1だったりとか、ワンツー抜け出した後の1対1とか、の時に使う、シュート練習。なんですけど、シュートはまあ悪くないと思います。今のね、ああいう角度が一番難しいんですよ。まあだから左サイドからキーパーと一対一になった時のシュートかな、うん、キーパーとの駆け引き、こういうチャンスあんま来ないから。こういうチャンスあんま来ないけど、いつか来るから、その時に決める確率を上げれるようにね。ここで1対1になったらもうほぼほぼ決めれるみたいな。タイミングだね。タイミングずらされます。シュートはタイミングです。タイミングとキーパーとの距離感がめちゃくちゃ大事。特に1対1は近すぎて打っても入んないから。キーパー出てないってことはシュート打つまで距離あるから、ちょっと強めにいいコース打てるように。それはもうほぼ感覚だから、練習すればできるようになる。今のはねかわすまでよかったんだけど、ちょっともうちょい浮かさないと入らない。今のはミスかな俺の。今ニアに打ったシュートと、さっきまでファーに打ったシュート この体の向きがほぼ一緒なんだよね。キーパーやったら分かるけど、俺打つとき多分この向きのままこっちも蹴れるし、多分こっちも蹴れるんだよね、同じ体の向きで。そうするとキーパーは分かりづらいし、でこのシュートめっちゃ参考になるのはスアレスが一番分かりやすいんだけど、スアレスもめっちゃいる。南米の選手が多い。へそはずっと一緒なんだけど、こう蹴るかこうやって蹴るかで変わるだけ。キーパーどっち来るか分からない。そういう体の向きを作る。今のも駆け引きだよね。本当に蹴る瞬間にまだ整ってなかったから、多分真ん中打ってもここが間に合わないなと思ってそこを狙う。だからキーパーを見て判断する。ギリギリまで。まだそこがキーパーとの駆け引き。あと距離感。例えば近づいてた時とかは。結構、半歩ずらしたりとかしないと、入らないから。特にキーパー近づいてた時は、ドリブルする。ちょっとずらしたりとか、かわしたりとか。キーパーが出てこなかったら、そのままシュート。キーパー出てこないのでかわしてもついていかれちゃうから。その距離感も自分で見つけることが、すごく大事。結構フットサルってキーパーと一対一になって、例えばこういった時に多分近づきすぎちゃうんだよ、マインドとして。ここで打とうとするから、ここで打っても入んないから。絶対もう例えば止まってここで打っても、自然的に多分これって蹴っても当たっちゃうから、どっかに。例えば結構思いっきり打ったとしてもうまく反応できてなくても当たっちゃうとか、そういうのもあるから、多分本当にいいのはこんぐらいの距離感。実際多分顔の横を狙うとしたら、俺はいつも顔の横を狙ってるんだけど、顔の横を狙うとしたらここだとちょうどボール来るか、多分反射で避けたりとか手で反応しようとするか、ちょっと遅れたりするんだよね。ここって一番遠いから。だけどここだとそこに行ったとしても自然的に当たっちゃう。反射でもう避けきれないみたいな。だから当たっちゃうっていう感覚の方が強いから、そういう距離感も自分で探すのも一つ。こういう練習でただ打つんじゃなくて、練習からあこういう距離で打ったら入るなとか、こういう距離になったらかわさなきゃとか、それを確かめるのもこういう練習 の大事な要素というかポイント。ただ打つだけじゃない、ここにはいろんな要素があるから。
これは一番いい距離、一番多分反応できない。あそこに打っても多分もう間に合わないから、読むとかじゃないと。でかといって読んできたら、読んできたとしたらキーパー俺も見てるから、このシュートのままこっちも打てるから、だからそういう風にいろんなバリエーション、同じ体の向きでもいろんなバリエーションがあると、あのキーパー取りづらいし、すごい決めやすくなる。自分が優位に立てる。今のはわざと、シュートを遅らせて近づいたんだけど、近づいちゃったらかわす。でかわしてループだったりとか、こういうシュートだったりとか自分で使い分ける。パターンね、実際近づいた時に俺が意識してるのは、近づいて普段は1個目でかわした時にキーパーがどういう反応をするか、1個目でかわして多分ループとかもあるんだけど、それ多分読んでんなと思ったらもう一回ずらす。でシュート、実際にこれこうやって横にずらした時にループ無理だなってことは、キーパーがこう起き上がってる状態だから、こうやって打ったら間に合わないんだよね。これでゴールで打ったら足も出ないし、この手がこうなったとしてもこのサーッていう時に入っていくから、キーパーを見ること。俺はこう1個ずらした時に倒れたら上を狙うで、ゴールで1個ずらした時にキーパーが起き上がってんだったら、はい、じゃあ間に合わないから、これも、キーパーとの駆け引きの一つ。結構深いんだよこの練習は。俺オーシャンズにいた時代から結構このシュート練習はよくやってたんだけど、練習終わりに。まず最初今の監督の前のペドロ・コスタっていう監督がいて、その監督シュートをめっちゃ打つタイプじゃないんだけど、こう1対1めっちゃうまかったんだよね、選手勢も。でその監督に言われたのが、こう1対1したときは顔の横を狙えと。顔の横一番入る。でも顔の横を狙うって言っても意外と最初って狙えないんだよね、自分の感覚にないから。上を狙ったら外れるんじゃないかとか、うまくその弾道で蹴るのがすごい難しいんだけど、慣れてくると蹴れるようになるから、それも練習。